はい、皆さんこんにちは、ワタルグルビッシュです。今回はギレンネボーチの独立戦争期連邦軍編続きをプレイしていきたいと思います。まだ、見れていないムービー31番と34番を見ていこうというコンセプトのもと、いよいよジオン本土サイド3攻略戦の直前までやってきました。では早速ですね、攻略作戦を発動していきたいと思います。今回が、まあおそらく最終回になるんじゃないかなと思います。前回はグラナダを攻略してますので、グラナダとアーバーワーク、両基地からですね、サイド3へと進行をしていきたいと思います。アーバーワークからは、今回のプレイの、まあ、キーパーソン、キープレイヤーとも言える、エルラン中将にいよいよ出撃をね、お願いしてみようかなというふうに思ってます。エルラン中将はですね、まあ、体幹巨峰主義というわけではないですけども、まあ、主に、マゼランとサラミス、しかもオイルスーツを搭載できないタイプのものをですね、主力として率いてもらいたいと思っています。早速、じゃあ、その、エルラン中将から出撃をしていきましょう。エルラン中将は、エルラン、大将に昇進してますので、エルラン大将ですね。3ターン後に到着します。レビレ将軍のところにはアムロ、さらにはライヤーのところにはヤザンなんかがいます。ちなみにアムロはですね、 G3 ガンダムへと乗り換え完了済みです。では早速時間を進めていきましょう。もう内政をやる必要もないかなと思います。我が軍はこれよりサイド3攻略作戦を開始する。ジオン軍の本拠地であるこのコロニーを制圧することができれば、戦いに終止符を打つことができる。地球の命運は諸君らの双剣にかかっているのだ。危険な戦いになるかもしれん。しかし我々が必ず勝利すると私は信じている。諸君らの健闘に期待する。ではサイド3に部隊が到着したようなので、攻略作戦を始めていきたいと思います。まあ、主力はレビル将軍のアムロのいる部隊ということになると思います。まあ、アムロは G3 ガンダムに乗ってるし、あとはですね、 G3 ガンダムに乗ってるキャラクターでいうとヤザン、あとはスレッガー、このあたりも G3 ガンダムに乗ってますので、まあ、大きな戦果を上げてくれることを期待をしています。敵部隊数65、そして連邦の方もまあ65と、部隊数でいうと互角、士官数もそれほど差はなさそうですね。まあ、ここまでにジオンはかなり疲弊をしてきていると思いますので、まあ、苦戦はしないで済むかなというふうに思います。では進めていきましょう。まあ、序盤はですね、おそらくお互いに部隊を、まあ、先行させるというところで時間がかかるかなと思います。ランバラルはどうやらジオングに乗ってそうですね。ランバラルかジオングか。まあ、オールドタイプではありますからね、ランバラルって。では敵の迎撃部隊出てきましたので、これを撃破しながら中心部へと迫っていきたいと思います。ヤザンも G3 ガンダムに乗ってますので、まあ、ランバラルのジオン部を、まあ、特に苦戦することなく撃破してくれたのかなというところですね。ではさらに敵の迎撃部隊と交戦していきます。ライラはガンダムなので、ちょっとここまで来るときつそうですね。 G3 ガンダムのアムロは全く問題なさそうです。まあ、ただ撃破されないようにちょくちょく母艦に戻して、まあ回復ですかね、させていく必要はあるのかなと思います。まあ、こちらは最終決戦になりますので、まあある程度損害が出ても OK というスタンスではいきたいと思います。ジオン軍の方ですけども、今ちょうど画面に映ってるこの辺りが一番厚みのある、防御陣を張ってきているなっていうところですね。こちらはおそらくエルメス、
さらに機影でいうとビグザムなんかも見えます。ビグザムに誰が乗ってたのか乗ってるのか、まあそのあたりは要注意かなと思います。あとはシーマなんかもですね、この、まあ、ギャンに乗っていたりするので、かなり強力なモビルスーツ隊を展開してきているもののですね、まあすでに数で有利な状態を作り出してますので、このまま数の力で押し切れそうなところまでは来ているかなと思います。ビグザムのマット兵器連発してきたな。ビグザムが2機出てますね、今見た感じだと。これは実弾兵装を使いつつ、まああまり相手にしないで進んでいってもいいかなと思います。ここまで来るとですね、基地中心部さえ制圧すればそれで一旦ゲームとしては終了というステータスまで持っていきますから。ビグザムにはララーが持っている模様です。これがちょっと硬くて壁になって、経路上を塞がれているような状況にも見えますが、まあエネルギー切れを狙っていきましょう。もう一機のビグザムの方には誰も乗ってなさそうな気配がします。最後はセイラさんがこのビグザムララーを仕留めてくれています。こっちの、キャラクターが乗っていないビグザムの方も撃沈撃破しました。では基地中心部へと迫っていきます。さあでは基地中心部がガラ空きになりましたので、制圧してこの企画を完了という形に持っていきたいと思います。終わった分、ムービーの31番と34番が埋まってればいいんですけどね。敵部隊沈黙。敵。サイド3防衛部隊、完全に沈黙。ジオンには、ね、我が軍に抵抗するための戦力は残されていません。これ以上の戦闘は無意味だ。ジオン政府に、降伏勧告を行ってくれ。何としてもコロニー内の戦闘は避けたい。了解しました。これ以上の犠牲は何としても防がねばなりません。しかしジオンは受け入れてくれるでしょうか。スペースコロニーは外からの攻撃に弱い。開戦時にそれを証明したのは彼らだ。受け入れるよ、必ずな。宇宙都市サイド3。宇宙の闇に浮かぶ戦いの元凶ジオン公国を生んだスペースコロニーはついに陥落した。激しい戦いの末、地球連邦軍は戦いに勝利を収めたのである。連邦政府は第2第3のザビ家出現を防ぐため強力な中央集権体制を確立する。地球圏は再び連邦政府の統治下に置かれ、人類に平和が訪れたのである。だがそれは争いがなくなったのではなく、争うことすらできない抑圧が人々に課せられただけであった。やがてその抑圧は新たな戦いの火種を生む。戦後も抵抗を続ける戦士たち、再起を待ち暗礁空域の闇に潜む崇高なる魂、そして暗黒の宇宙から地球を見つめる眼差しと赤い彗星。なぜ人は戦うのか、争い続けるのだろうか。だが
その問いに答えられる者などいない。戦いによって散りゆく魂の一瞬の輝き、その輝きが刻む影の中に真実は潜む。人は答えを求め戦い続ける。戦いが放つ魂の輝きとそこに隠された真実を見極めるために、やがて戦いの歴史は伝説となり、戦いに散った人々の魂は黒き歴史を照らす神話となるだろう。これからも人は戦い続ける。永遠の平和を手に入れるために。はい、これで攻略は完了になります。この後はですね、ムービーの31番34番が埋まったかどうかというのをちょっと見ていきたいと思います。さあ、では見ていきましょう。31番と34番、ギャラリーから、このムービー鑑賞ですね。お、埋まった。31番と34番もついに埋まりましたね。これは嬉しいな。というわけで全部が埋まりきりました。本当に嬉しい。ではですね、今回はここまでにさせていただきたいというふうに思います。